UBI Soft Ghost Recon Advanced Warfighter Mexico City 2013 6 PM. Crosscom activated. Command, this is Ghost Leader. Crosscom shows enemy infantry bearing 130. Acknowledged. Eliminate those units. Roger. For the elite soldiers of Ghost Recon, victory depends on a few simple principles. Never underestimate the threat. Target acquired. Never lose the element of surprise. Target down. Multiple hostiles. Engaging. And never give the enemy a fighting chance. Hello everyone. Konnichiwa minasan. Welcome to my next Let's Play Ghost Recon Advanced Warfighter ということで、Ghost Recon Advanced Warfighter をクリアしていきたいと思います。プレススタートボタン。キャンペーン。セーブデータ作るか。消去して、それじゃないのか、それじゃないようだな。よし、いや、これでオッケー。選べるのか。いいや。一番上でいいよ。スコット・ミッシェルで。よし。キャンペーン。ニューゲーム。スタイ。2日前ニカラグアで RC-12 が墜落した。こいつには極秘策専用の多機能通信機ガードレール9が積まれていたんだ。そして先日このメキシコシティでニカラグアのゲリラがこの国の武装グループとコンタクトを取った。今下には SFC のジョー・ラミレスがいる。取引が行われているという確かな情報をつかんだそうだ。物を取り返し撤収地点まで戻ってきてくれ。ブラックホークは支援と撤収に備えてスタンバイしている。待て、映像が届いた。モニターに出す。本日アメリカ、メキシコ、カナダの首脳がメキシコシティで一堂に会し、ナジュサ北米統合安全保障条約の調印式に臨みました。これは各国が国境の警備を分かち合うという条約であり、麻薬や武器の密輸、不法移民やテロリストの移動などを規制するのに効果を上げるものと期待されています。現在メキシコシティのキャンプチャプルタペックではこの条約を受けてメキシコ軍に送られたアメリカの戦車50両が展示されています。着陸地点まであと20秒だ。 OK。 操作変わってんのかな。またコントロール、こちらラミです。ゲリラとも確認した。繰り返す、ゲリラが現れた。例の物の所在も確認した。取引が始まるぞ。ラミです、もう一度確認させてくれ。見覚えのある奴がいるんだ。映像を送ります。電話をかけてるのはカルロス・オンティベロスか。ウィンセックで俺の生徒だったやつだ。臭いな。敵発見。チェックポイント。こいつはやばい、見つかっちまった。移動します。
ラミレス、状況報告しろ。ラミレス、どうした。ラミレス、タイ、ラミレスからの応答が途絶えた。ゴーストチームと合流せよ。ラミレス、そう、応答しろ。ラミレス、聞こえるか。OK。 上にいる、上にいる、上にいる。これは飛び出す撃ちシステムはないんだ。よし、えい、ブラックホーク。ミッチェル隊、本部からの新たな命令だ。ブラボーチームが上空から援護する。隊はアルファの指揮を取りつつ、次の命令を待て。本部、こちらブラックホーク4。ゴーストチームは準備完了です。シンクロ願います。そちらのナルフをシンクロさせます。カバーを指示してください。シンクロ。イエスは移動。到着、待機します。サテライトコールチェック、集合地点の設定を。すぐ行きます。十字キーか。到着。タイ、戦闘が激しくなったら戦闘モードを変更してください。地図でチェック完了。了解、ターゲットを探します。了解です。放射します。システムオンライン。システムのシンクロを確認。いつでも行けます。オーケー。そこなら安全だ。この通りに飛ばすから、ラビレスを見つけてくれ。よし。UAV を使って、ラビレスを見つけてくれ。UAV が離陸命令を待っている。うまく使ってくれ。UAV 離陸。うわし、クリアってことだろ。セルセル。Okay.